どうも激辛ジョニーです。今日もみんなの死に火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、相変わらず福岡にいるんですけども、今回はあのテレビでも紹介された有名焼肉店になります。で、今回のお店ですね、焼肉レンさんと、言われるお店です。あのマツコデラックスさんが番組を務めるマツコ会議と、言われるね、あの番組で紹介されたお店です。で、ここね、あの世行きハラミと、これ見ますとね、標準ヤバ辛、激辛、鬼辛、あの世行きといった感じで辛さレベルが分かれております。で、今日はこのあの世行きを挑戦して、やっていきたいかなと思います。ヤバそうな匂いがしています。それでは早速今日も激辛バトルしていきましょう。レッツゴー。このあの世行きというものは通常ですね、いきなりこれは挑戦できないそうです。まあ、今回ちょっと特別にやらさせていただきますけれども、通常だとこの1個手前の鬼辛をクリアしてなんかもらえるみたいなんですけども、それを提示してやっとそのあの世行きというものに挑戦できるといった感じです。まあ、自らあの世に行く、ねド M な方はいらっしゃるんでしょうか、果たして。いただいた後につけていただく、はい、あ、なるほど、焼いてさらにつけるいただいて、手元の方で、ちょ完食、タレが全部なくなって完食、はい、なるほど、このタレを全部飲み干して、うお、あー、激辛とんかつの韓国のあのとんかつと全く同じ匂いがするぞ。いただきます。さあ、あの世行きさん、お手並み拝見ですよ。うわ、もう真っ赤ですよ。ちょっとね、とろみのある、いい感じかな。もう焼けたかね。はい、ちょっと焼けたんで。あの世に行くのか、おいと言わんばかりにソースにつけていきます。これやばいね。とろみがすごいな。いただきます。あ、もう想像してたあの味と一緒ですね。韓国のとんかつもそうですし、グルメ祭りで食べたあの激辛ホルモンも同じソースで使ってます。特徴としてはね、食べた瞬間ちょっと若干最初甘いんですけど、後からガーッと、ね、辛みが押し寄せてくるんですけど、ちょっと油断してるんですよ最初。甘いのはいけるなと思いきや、ゴーンとこうボクシングでこうジャブ打ってからの四角からのこのフックをゴーンと食らうような感覚です。あれ余っちゃうんで、お肉ちょっと追加注文しましょうかね。カルビでお願いします。ボディーブローのようにじわ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 効いてきますね。カレー、お口の中だけ韓国に行ってますよ。ぶっ飛んだ辛さですね。4口食べただけでもうこの汗ですよ。恐るべし、あの息。やばい、時間経てば経つほど結構きますね。これね、6切れ食べたんですけど、残り6切れ、たったこれだけの量なんですけど、相当なこのね、パンチ力がありますわ。
はい、じゃあ残り一切れこのソースを全部つけて終わりましょう。記念撮影に、はい、あの雪を、はい、はい、それでははい、いい顔でお願いします。はい、3、2、1